はい、こちらなんですけども、約3ヶ月ぐらい前にですね、黒金餅の木を伐採しました。まあその時の切り株になるんですけれども、まあこういった感じでですね、まあドリルでこうやって穴を開けてですね、ここに除草剤の方を流し込んで、この木を枯れさせたわけなんですね。はい、しっかり枯れてますね。はい、以前もですね、この切り株にですね、ドリルで穴を開けて、でそこに除草剤の原液を入れて木を枯らせるというね、そういった処置のやり方をですね、動画の方で上げさせていただいたことがあります。そしたらですね、その動画を見ていただいた方からですね、この枯れた切り株にシロアリは発生しないでしょうかと、はい、こういった質問を何人かの方からいただきました。でもちろんその方々にはね、個々に、回答の方はさせていただいたんですけれども、今回はですね、もう少し深いところまでですね、このシロアリについて解説していきたいなと思います。ああ、そういえばうちにも切り株あるなとかですね、あるいは今後例えば伐採の予定があるとかですね、そもそもそんな切り株もないし、もう伐採予定もないけれども、なんとなくシロアリに興味があるという方、ぜひ最後までご覧になっていただきたいなと思います。はい、最初にですね、ちょっと前もって言うんですけれども、うちのこのよろずやももなんですけれども、シロアリだとか害虫駆除ですね、はい、こういった専門業者ではありません。まあそれでもですね、1年の中で1回か2回ぐらい毎年シロアリ駆除ってやってます。でお家の中に発生してしまっているシロアリの駆除、こういったことはうちはやりません。ただ屋外ですね、外の倉庫だとか、こちらの方で発生してしまったシロアリについては駆除だとか、そういったことはやってます。でそもそもですね、このシロアリっていう生き物なんですけど、シロアリとアリという名前が入ってますよね。だからほとんどの方はシロアリってアリの仲間だと思っている方が多いと思うんですよ。アリという名前がついてますけれども、シロアリはアリではありません。アリはですね、これ先祖をたどっていくとハチの仲間なんですよね。ハチから進化してきている、それがアリなんですよ。じゃあシロアリは何なのかというとですね、シロアリはゴキブリの仲間なんです。余談なんですけれども、例えばカマキリもゴキブリの仲間です。まあ色だとかね、生息地域を見てみるとバッタの仲間かなと思われがちなんですけど、カマキリもゴキブリの仲間になります。はい、じゃあ本題に入ってきますけれども、そもそもこの伐採した木ですね、この切り株にシロアリは来るのかっていう話なんですけれども、これ枯れてなければ、生きてればシロアリが発生するってことはありません。じゃあ先ほどやったようにですね、ドリルで穴を開けて除草剤をやって、まあそれで枯れましたと、この切り株にシロアリは来るのかっていう話なんですけれども、答えを言うとですね、来る可能性もあります。ただ確率的に言うと、まあそうですね、それほど高い確率で発生するってことはないと思います。ですから言葉を選んで言うならば、まあ稀に発生する場合がありますよと、おそらくこの言葉が適切ではないかなと思います。まずですね、考えてみていただきたいんですけれども、シロアリが大発生するってことはですね、シロアリにとって快適な環境だから大発生してしまうわけなんですよね。じゃあですね、シロアリにとって最適な快適な環境ってどんな環境なのかってことなんですけれども、シロアリは太陽の光と風が大嫌いです。直射日光にですね、ある程度の時間当たってると、たったそれだけのことで死んでしまうぐらい太陽の光が嫌いです。ですから皆さんもですね、想像がつくと思うんですけども、日当たりが悪くて、なおかつ風通しも悪くて、そして何よりもジメジメしたような環境、これがシロアリにとっての最適環境なんですね。で、それに対してですね、庭木が植えてある環境なんですけれども、どうでしょう。
おそらく日当たりが良くてですね、風通しも良くって、なんならカラッカラのような環境ではないかと思うんですよ。ですからシロアリが好む環境とは真逆の環境だということなんですね。じゃあですね、そういった環境に植えてあるこの木を伐採して切り株になりましたと、この切り株、シロアリがわざわざ自分の身の危険を冒してですね、そんなところに来るほど魅力のある切り株かというと、そうとは思えないんですよ。はい、それとですね、これも大事なことなんですけども、シロアリがそもそも大発生してしまうところっていうのはですね、シロアリにとっての天敵がほぼいないってことなんですよ。じゃあシロアリにとっての天敵って何なのかっていうとですね、もう言うならですね、自分以外は全て敵なんですよ。一番の敵はアリです。まあそれ以外にもですね、例えばクモ、トカゲ、ヤモリ、カエル、まあこういったものなんかもう全て天敵なんですよね。シロアリ自体はもう防御力も弱いし、攻撃力もほぼありません。シロアリというのはこの自然界の中で言うならもうほぼ最弱レベルで弱いです。もうドラクエで例えるなら一番初めに出てくるスライムと同じような、もうそれぐらい最弱です。はい、先ほどの話にちょっと一旦戻りますけれども、そもそも伐採したこの木の切り株ですね、この切り株がある場所、おそらく日当たりがいい、風通しもいい、そして何よりもシロアリにとっての天敵が結構いるような環境だと思うんですよ。そんなところの切り株を狙って自分の身の危険を冒してですね、それほど魅力的な切り株かっていうと、私はそうは思わないんですよね。ですからこれはあくまでも私の経験から言うんですけれども、確かにこの枯れた切り株にシロアリが発生してしまう場合もありますけれども、それほど高い確率ではないと思います。ですからあまり気にしすぎない方がいいんではないかなと私は思いますね。あまり気にしない方がいいですよと言いましたけれども、とはいえですね、やっぱり少しぐらいは警戒はしておいた方がいいと思いますので、ここからはちょっと対策についてのお話をしていきたいなと思いますね。はい、そもそもこのシロアリはですね、この枯れた切り株、カラッカラに乾いたような切り株よりももっと湿り気のあるような木材の方が好みなんですよ。ですからお家の庭だとかお家の外にですね、木材の廃材ですね、そういったものをとにかく土の上に直に置かないこと、あとですね、ウッドデッキだとかね、ああいったものにもよく発生します。それとですね、よくあるのがお家の方が、これはまあ伐採とかではなくて庭木の剪定をして、この切った枝とかですね、はい、これをそのまま地面の上に置いて放置してあるっていうのがよく見かけますけれども、これもシロアリよく来ます。ですからこの切り株云々ではなくって、そもそもがまあ木でできている製品ですね、さっきも言った枝木もそうですけれども、それ以外にもまあ木材の端材とかですね、そういったものですね、そういったものをまあできるだけきちんと処分をした方がいいですよと。で、処分ができないにしても土の上に直置きするっていうのは、これはよくありません。これはもう発生してしまう確率が高くなってしまいますので、まあやらない方がいいと思いますね。まあこういったのもそうですね、ここも切った木がそのまま放置してあってですね、こういう感じで放置してありますね。で、その上にというかね、今ツユクサが今ずっとこうやって生えてますけど、このツユクサの下もずっとやっぱりこういったね、切った木が放置してあるわけです。こういうとこもそうですね、ここもそうなんですけど、はい、もう本当にですね、もうこうなってきますと、もうシロアリさん、どうぞお家に来てください、我が家に来てくださいと呼んでるようなもんだと思うんですよね。あとですね、この切り株関連の話をするならですね、まあご自身で、あるいは私たちのような業者に依頼して、まあ例えば木を伐採してもらったとしますよね。まあここが地面だとしますね、これが地面だとします。そうしたら、まあ地面からこう木が立ってるわけなんですけど、これを伐採するときになるべくとにかく地際の地面の近くまで切ってもらうことですね。これが要するに、まあ一般的に多いのが、太い木になってくると下の方までなかなか切れないんで、結構これぐらい残ってるところがあるんですよ。これぐらいの例えば切り株を残してるのと、これぐらい残してるんだったら、この方がやっぱり圧倒的にシロアリが発生する確率はやっぱり高くなってしまいます。で、木の種類でいうと、シロアリが結構まあ好むというか、これはもう私の経験なんですけれども、
松とか桜は結構発生する確率が高いような気がします。あとですね、栗の木で発生しているところも見たことがありますね。これはですね、おそらくこれ松なんですよね。もともとこれ、もともとというかこれ松の切り株なんですけど、結局ねこれぐらいこうね残してしまうと分かるんですよ。結構太いんでね、太さ的にも結構太いんで、まあなかなか下の方まで切るっていうのは大変だってことは分かるんですけどね、それでもやっぱりもう少し本当できればこの辺りですね、このぐらいの高さぐらいまで切っておけばいいんですけど、結局これだけ残してるとですね、まあこんな感じでね、まあこれ私がこれめくったんですけど、こういう感じで結局今はまだこれシロアリ今入ってない、まあ見てもねシロアリ入ってませんけど、結局ねシロアリが発生する確率は高いです。まあこういう感じでねこうめくってってやると、こういうふうにめくるとね、こういう下の方にこう結構いるんですよ。まあこれはね今見た感じではいないんでいいんですけどね、ただまあでもこの辺り結構かじられてるな、かじった跡があるはあるんですけどね。あでもやっぱりいるな、いましたね。やっぱりこれ見てわかりますかね、やっぱりこの辺りがねいるなと思ったらやっぱりいましたね。はい、こんな感じです。白いのが動いてるのがわかりますでしょうか。やっぱりねこの松はね結構ね来ますね。この辺りもね白いのがちょっと分かりにくいかもしれないですけどね、小さいんでね、まあ結構でもやっぱりいますね。はい、この切り株に対してシロアリが発生しない予防策なんですけれども、結構私の世代よりも上の方とか、まあ私世代でもそうなんですけど、この切り株に対して定期的に灯油をかけてやるっていう方がいらっしゃいます。昔はねこのやり方が一番多かったと思うんですよ。あるいは消毒薬を散布しているっていう方もいらっしゃいます。でこれはね悪い方法ではないと思いますので、その方法ね試されてもいいとは思うんですけども、私個人的にはこの予防策をやると確かにシロアリは発生しないかもしれないんですけれども、でそれと同時にですね、結局益虫ですね、他の例えば他の生き物、他の生物までいなくなってしまうんですよね。だから人間の体と一緒で、いい菌もあれば悪い菌もあるわけなんですよ。この悪い菌を殺すために結局いい菌まで殺してしまうと、まあこれは本末転倒の話になってしまうと思うんで、私個人的にはこの消毒薬を散布するとか、まあ灯油をぶっかけてやるとかね、あまり正直言って私好みではありません。どうしてもですね、皆さんはシロアリと聞くと、わーどうしようとかってパニックになってしまうと思うんですけれども、確かにお家にシロアリが発生してしまった場合っていうのはこれは結構大変です。時間もかかるしお金もかかります。ですけどもこの切り株に発生してしまったよっていうだけならですね、別に何にも難しいことはありません。先ほども言った通りなんですけど、シロアリ最弱です。ホームセンターとか行くとですね、シロアリの薬いっぱい売ってます。でもうこれで簡単に退治することはできます。はい、こちらですね、はい、この切り株なんですけど、どうかな、もう 5,6 年ぐらい前になりますかね、ここシロアリが大発生したことがあるんですね。伐採したのは私じゃないんですけども、まあ駆除の依頼があったんで私がここを駆除したんですけれども、こういったですね、切り株にシロアリが発生した場合っていうのはですね、ほぼここに巣があるんですよ。一般家屋の、床下とかにシロアリが発生した場合っていうのは巣がどこにあるのかがわからないから、まあ駆除するのが結構難易度が上がってしまうわけなんですよ。だけどこういった切り株の場合はここに巣がありますから、まあホームセンターとかでね薬を買ってきてそれでやれば簡単に駆除することはできますね。切り株とシロアリ、本日はこういったテーマでやってきましたけれども、
まあ今回これを見ていただいているほとんどの方はですね、シロアリなんかとは無縁の生活を送ってらっしゃると思います。まあそれがですね、この先もずっとね無縁の生活が続いていくことが一番望ましいわけなんですけれども、もしかしたらなんですよ、もしかしたらひょんなことからですね、シロアリとご縁を持ってしまうこともあるかもしれません。もしですね、この先シロアリとひょんなご縁につながってしまった場合はですね、またうちの今回の動画を思い出していただいて、ああそういえばあいつがあんなこと言ってたなと、まあこういったことを思い出していただいてですね、またもう一度その時にはですね、この動画を見ていただけたら嬉しい限りです。まあとは言ってもですね、シロアリなんかとは無縁の生活が続いた方がいいに決まってますので、はい、皆さんがそんな生活が続くように私も祈っております。はい、今回の動画がですね、また参考になったよと思っていただいた方、またグッドボタンの方よろしくお願いいたします。コメントの方もですね、どうもの一言で結構ですので、送っていただけると今後の励みになります。はい、本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうも。